今回は和菓子の食べ歩きプラスについてお話を伺っていきます。スタジオには名張市観光協会の菊田博美さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは簡単に普段のお仕事など自己紹介をお願いします。名張駅の、西口にあります観光案内所で、名張に来られた方の観光案内をさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。今回は和菓子の食べ歩きプラスというイベントの内容を教えていただくということなんですけれども、はい、まあ、具体的にはどんなイベントなんでしょうか。これは街中に10店舗ある和菓子食べ歩きプラスの加盟店の中からお好きな5店舗を巡れるというものになっております。はい、期間としては、期間はこれはもう12年前から始まりまして、はい、年中お店が開いてる限りやっております。あ、もう12年もずっと休みなく続けられているということなんですね。はい、途中お店がこう出たり入ったり、初めは9店舗から始まったんですけれども、はい、15店舗になったり、今現在は10店舗でさせていただいてます。はい、どうして最初開催されることになったんですか。やっぱり和菓子をたくさんの方に知ってもらいたい、地元の、まあ、何でしょうね、こういった材料を知ってもらいたいということなんですかね。そうですね、名張はですね、水が豊富で綺麗ということで、はい、酒屋さんとか和菓子屋さんが多かったらしいんですね、昔から、はい、それでその中の街歩きをされるときに、お菓子をぜひ街中の散策の際にしていただけたらなということで企画いたしました。あ、散策のお供にということで、はい、ぜひこのイベントをということになったんですね。はい、名張の和菓子って他の地域と違い聞かれるとすれば、やはり水ですか。先ほどおっしゃったみたいに。ああ、そうですね、鮎釣りもできる、街中に、まあ、川が流れているという、綺麗な水が豊富にありますので。はい、分かりました。ではその綺麗な、ね、お水を使った和菓子、どんなものがあるのか、まあ、見た目や味なども含めまして一つ一つご紹介いただければと思っているんですけれども、実はスタジオにも現物をいくつか、ね、はい、持ってきていただいているんですよね。はい、はい、ご紹介ください。はい、ですね、和菓子食べ歩きは10店舗ございまして、はい、1つのお店で、1つのお菓子と交換なんですけれども、1店舗だけね、2つ違う種類の取り扱っていただいております。はい、でチラシも持ってきていただいてますが、はい、はい、まずはどのお店から行きましょう。どうしましょうか。こちらに商品として持ってきやすき来させていただいたもので、はい、名張駅の西口駅前にあります三九屋さん、こちら名張まんじゅうを販売しているお店なんですけれども、こちらで和菓子の食べ歩きとして名張まんじゅう一つと、こういったお菓子、小さなお菓子もつけていただいてます。舞鶴と長崎というお菓子をつけていただいてます。これが、はい、こちらですね。舞鶴と長崎ですか。はい、どういうこの黄色い三角形のお菓子に舞鶴、あ、この三角形のものが舞鶴、はい、そしてこれは、まあ、長崎、直方体の長細い棒のような白いものなんですけれども、はい、これは長崎、これが長崎という名前のお菓子ですね。この形はどうして、これは何なんでしょうね。わからないですもともと名張まんじゅうだけやったんですけれども、はい、ちょっとプラスして、はい、小さなお菓子もつけていただいていると。そうなんですね。はい、まあ、どうしてこの形になったのか、お色味になったのかは、はい、お店の方で詳しく、うん、そうですね、味がですね、生姜味になってますので、はい、黄色い方はわかりました、はい、そしてね、まあ、地元の方にもおなじみの名張まんじゅう、私も食べたことありますが、はい、あんこがね、本当に甘さがすごく素朴な感じで美味しいですよね。そうですね、はい、そうですね、ぎっしりあんこ入ってますしね。うん、はい、ぜひ味わってみてください、はい、続いてはどちらでいきましょうか。はい、同じお店で取り扱っていただいている、はい、サイスケまんじゅう
サイスケ饅頭、はいはい、ちょっと以前に梶町の方で矢野井さんというお菓子屋さんがあったんですけれども、ちょっと今お店を閉められて、そこの職人さんがこの名張饅頭、産休屋さんの方に来られて、工場で、このお菓子も一緒に作っていただいているということで、お店の産休屋さんのお店の方で、サイスケ饅頭も交換していただける、普通にも販売もしておりますけれども、はい、していただいてます。このサイスケ饅頭ね、今パッケージくるまれていてわからないんですが、中身はどのようになってるんですか ね。これはですね、地酒の酒粕を皮に練り込んだ、はい、こしあんの蒸し饅頭みたいな。お酒、酒粕が入ってるんですか、はいはい、これ冷やして食べるととても美味しいです。あ、食べてみたい。、はい、いいですね、はいはい、こちらにも舞鶴と長崎というお菓子をつけていただいてます、うん、先ほどの三角形の黄色いお菓子などを一緒につけていると。はい、分かりました。他にはいかがでしょうか。はい、そうですね、名張といえば江戸川乱歩が名張で生まれたということで、はい、二千銅貨というおせんべいなんですけれども、はい、これがございますね。二千銅貨、はい、二千銅貨せんべいと言います。お金と言いますか、硬貨っていう意味の銅、はい、銅の硬貨っていうことですか。そうですね、これはですね、江戸川乱歩が二千銅貨という本、はい、小説ですかね、これを少女作になりますので、はい、それを、はい、お菓子にしたされたということです、うん、そうなんですね、はい、ちょっと固めですか。これはね、もう何やろう、卵せんべいみたいな、パリッともすぐ柔らかいですね。あ、そうなんですね、はいはい、他にはいかがでしょう。この金色のパッケージのものとか気になりますけれども、はいはい、こちらは星安さんというお店のものなんですけれども、これはですね、地場産品を使ったカステラ饅頭のホイル焼きというものになるんですが、パッケージが、名張藤堂家の家紋になります桔梗の舞という家紋を、はい、がついております。はい、はい、ホイル焼きというのはどういったものを指すんですか。なんかホイルに包まれたカステラっていう感じですかね。そうなんですね、はい、それは一般的にホイル焼きというふうに言っているんですね。こちらもあんこが中に入っているということですかね。そうですね、あんこ入ってますね、はい、はい、分かりました。その他いかがでしょうか。はい、それと名張伊賀といえば片焼きなんですけれども、はい、有名、はい、ですね、はい、片焼きはですね、一般的によく知られてると思うんですけれども、忍者の携帯食ということで、はい、昔からあるものなんですけれども、パッケージにも忍者ので、はい、イラストが描かれてますね、はい、こちら片焼き屋さんが2軒あるんですけれど、うん、今日はお宿製菓さんというところの片焼きをお持ちしたんですが、はい、ここはですね、硬い片焼きと柔らかいソフトな片焼きをセットにしてお渡しさせてもらってます。あ、2つ食感が楽しめるんですね、はいはい、で、片方がチラシにもありますが、はい、まあ、あん入り片焼きということで、はい、またこれもあんこの、はい、中にはあんこが入っております。美味しそう、はい、ね、いいですね、はい、やっぱり和菓子っていうことであんこがね、ぎっしり詰まっているものが多いですね。そうですね、はい、あんこ以外だと何か特徴的なものありますか。あとはですね、名張の、地酒といいますか、はい、酒屋さんなんですけど、はい、住田酒店花火師庵さんからは、お酒と地酒の、地酒と酒のあてというのを出していただいております。これも和菓子の一種なんですか。はい、和菓子食べ歩きプラスということで、はい、あ、そういうことですね。和菓子の食べ歩きプラスというイベント名ですけれども、はいはい、まあ、このプラスという中には和菓子以外という意味が含まれてるんですね。わ、はい、かりました。はい、で、あと、そうですね、丸福精肉店というお店があるんですが、はい、ここは精肉、伊賀牛のお肉屋さんなんですけれども、はい、ここでは伊賀牛の入ったコロッケとミンチボールをセットで提供していただいております。あ、
ミンチボールとこのコロッケ全然大きさが写真では違いますね。違いますけどね、うん、でここはですね、あのこれ行ってその場で揚げていただけますので、うん、あのその揚げてる間お店の中であの手裏剣打ち体験っていうのをあのしていただいてます。手裏剣打ち体験、はい、体験、はい、手裏剣の的が手裏剣ですね、はい、手裏剣手裏剣の的があって、そこにあの手裏剣をこう投げるという、うんうん、これをねちょっとあの上げてる間あの体験していただいたらと思います。はい、もう地元ならではの体験までということですね。はい、はい、いや和菓子以外も結構あるもんですね。コロッケだったりとか、ね、お酒のあてだったりとか、はい、すごい幅広いですね。はい、そしてたこ焼きもありますね。これはですねちょっと以前入ってたんですけどね。あ、そうなんですね、チラシの中に。はい、わかりました。はい、そのくらいでしょうかね、ご紹介いただくのは。そうですね、今は10店舗の中にありますね。はい、はい、菊田さんちなみにどんな和菓子がお好きですか。まあ、和菓子に限らずですけれども。はい、あの私は結構あの粒あんが好きで、あ、はいはい、あの和菓子大丈夫なんですけれども、はいはい、特におすすめのお店といいますと、あの和菓子食べ歩きプラス店の中では、うん、あのこれとはあの個人的には言えないんですけれど全てと言わなあかんのですけどもあの、まあ、人気のお店っていうのを言えるとしたら、はい、あの大和屋さん、大和屋さん、はい、3番さん、はい、大和屋さんのお店なんですけども、ここは普段はあの栗羊羹のみ作ってるお店で、あの建物自体も登録有形文化財、県の登録有形文化財に指定されてる建物のお店なんです。はいはい、ここではですね、あの行ってその場で入れてくれるあんこのパリパリの食感のもなかを体験していただけますね。へー、はい、これ人気ですね。いいですね、美味しそう。はい、いや本当に、はい、食べ歩きがすごくね楽しみになるようなお写真がたくさん載っていますけれどもね、はい、これチケット必要なんですかね。あ、そうなんです。和菓子食べ歩きプラスのチケットっていうのがございます。クーポンですね、クーポン、はい、クーポンがありまして、1枚に5軒巡れるあのクーポンとなっております。はい、はい、料金や、販売所など教えてください。はい、クーポンは 1枚660円になっております。はい、で販売場所は、近鉄名張駅あの駅前の案内所と、名張商工会議所に入ってます、事務局がありますので、そちらとで、販売しております。営業時間はそれぞれで異なりますか？そうですね、あの駅前の案内所は、9時から16時まで、はい、で、アスピア事務局の方は、こちらもまあ9時から5時半まで、はいはい、ですね。わかりました。はい、あのチラシ今日お持ちいただいているんですけれども、はい、こういったものを手に入れたければどちらに伺えばよろしいですかね？同じ場所に、あ、そうですね、クーポンと同じ場所でよろしいですか？はい、はい、内緒ないし事務局の方で置いております。わかりました。はい、では詳しくもっと知りたいという方のためにお問い合わせ番号をお願いします。はい、はい、名張市観光協会駅前案内所、電話が0595-639087、もしくはアスピア事務局0595-639148になります。はい、繰り返します。0595-639087番、もしくは0595-639148番ということですね。はい、はい、わかりました。はい、それではラジオをお聞きの皆さんに最後にメッセージをお願いいたします。はい、はい、ですね、名張はですね、名古屋とか大阪、京都、奈良からもアクセスがすごくしやすい場所にあります。で、旧町と呼ばれる町中なんですけれども、はい、奈良とお伊勢さんを結ぶ、長谷街道というのが通っておりまして、その昔宿場町であった町並みや、あの名張東道家邸跡とか、名張で生まれた江戸川乱歩の記念碑があったり、
そこに行く道すがらに冷やわいという狭い路地があったり、はいはい、そういうとこを散策の際にぜひ和菓子食べ歩きプラスを加えていただけたらなと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。今日は名張市観光協会菊田博美さんにお越しいただきました。本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。